あ、さてさて今日はある女の子の恋のお話、略して恋バナの一席にお付き合いいただきます。時は令和元年の夏、どこにでもある駅のプラットホームに佇む女子高生3人組。ゆはね、京子さんのメガネの男の子に告白するのよ。無理、だって私は彼がメガネをしてること以外何も知らないのよ。恋してるんでしょ。してる。恋を我慢するなんて青春の無駄遣い。無駄遣い。でもメガネくんに彼女いるかもしれないじゃん。恋してるんでしょ。してる。ベベン、そこへライバル到来。やってきたのはお嬢様風なお嬢様2人組。ごきげんよう。島倉さん、お電車に間に合ったようですね。彼ったら今日もおメガネかけて落ち刻しないでお電車に乗れたのかしら。彼？もしやこのお嬢様はメガネくんの？ああ、彼のお電車まだかしら。清掃室、お嬢様にはかなわない。いや、この戦勝てる。何故？本当のお嬢様は満員電車になんか乗らないものよ。ああ。いや、メガネ電車来た。え？むむ、ライバル多し。は？乗り遅れるな、乗り込まうよ。うん。今日もすし詰め通学電車、されど辛くはないんです。いつもの車両のいつもの場所で気になるあの子に会えるから。名前も知らぬメガネの男の子。同じ車両の同じ時間にいつも見かける地味なビダンス、シュッと決まった学ランに、あーメガネメガネの男の子。揺れる車内で教科書広げ、第一ボタンもしっかり止めてる。だけど寝癖はついたまま、あーメガネメガネの男の子。優しい顔した男の子、あーメガネメガネの男の子。お願い急ブレーキ急に停車。満員電車だから先だってみんなプッシュ、ほんと窮屈だけど幸福。今日は目の前にメガネの男の子。胸に抱かれ息を潜め、どうかこのまま時を止まれ。だけど電車は動き出した、離れてくメガネの男の子。優しい顔した男の子、あメガネメガネの男の子。時刻でギリギリ乗った、いつもと違う車両で発見。シュッと決まった学ランに、俺もそこメガネを外してる。イメージ変わった君の隣で、可愛く微笑むその子は誰よ。まさかペットでも繋いでる。